にちは。先日庭の小高いね、砂利の丘をね、掃除したんですけど、今日はね、その続きをやってます。で、前回はね、この三角形あたりぐらいしかできなかったんですけど、家族もね、この辺ちょっとやってくれて、で、私が今日、その奥を少し手つけたので、だいぶね、なだらかになりました。ただちょっとね、画面では伝わらないんですけど、今ね、ちょっとこのね、傾斜がね、変な方向になってるんですよね。なんでね、それをちょっとまた平らに直す作業があるのと、あとね、今この庭の、なんていうんですか、これ、庭石で、こう花壇みたいに囲ってるんですけど、まあ、見ての通りね、こうやって花壇の中の土が、高さがね、高くなっちゃってて、こうやってね、雨で流れて土がこう出ちゃってるんですよね。で、ここに、竜のひげかな生えてるんだけども、花壇の外にね、こういう風に生えてます。ここがね、石なんですよ。石なんですけど、ここみたいにね、外に竜のひげが出てきちゃってるんで、ここもね、ちょっと、取って、ここすっきりさせたいと思います。この中にね、植え替えようかな。はい、って感じで今日は作業してます。すっきりするといいですね。で、さっきね、ここに竜のひげがね、生えてたので、まあ、抜いたんですよ。で、ちょっとね、この間にもね、はみ出てるのがあったので、ここも今ね、抜いて、まあ、ここにあるぐらい結構ね、取れたんですけど、なんとね、そこ掘って、竜の日にどかしたらね、この間のね、石が見えましたね。この石の間はないんだと思ったんですけど、こんな感じでちっちゃい石があったんですね。これちょっとね、表に、あ、小さい石じゃないな。こことこれ繋がってるんですね。うん。ちょっとね、ここね、土が出ちゃうので、もう一個石足すか、土をちょっと上に上げてあげないといけないかな。まあ、こんなようなね、作業をやっております。今、竜のひげ抜いたんですけども、ここにあったね、土とか、あとね、ここからちょっとはみ出る土をね、寄せるとね、こんなにあります。こんなにですね。わかりますか？これをね、砂利とまた黒土にね、ふるわなきゃいけない作業があります。こんなにですよ。はい。ここからね、まだあるよ。はい、やります。